そうですね。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております、どうおも。元気ですか？いや、なんとか、はい、ね。忙しいですか？そうですね。まあ、それこそコロナの状況になってから、やっぱりいろいろ変わった中で、まあ、小説が結構本格的な仕事になったっていうのもあって、なやっるほぱど。り転機になりましたね、コロナっていうのはね。まあ、元そ気のになったんですか？転機になっあ、た。天気。だから、まあ、そのあたりから話せればいいかなと思うんですけどね。小林さんもね、コロナの時もいろいろ考えられそうたってでことは、エッセイ集でも書かれてたし、すね。もう自分もまさに転機になりまして、それこそそれまではこうライブでのパフォーマンスが活動の軸になって、楽曲をリリースしたりとかミュージックビデオ撮影したり個人の活動があったりっていうのがあったんですけれど、コロナでやっぱりそのライブができなくなったので、そこで改めて自分の表現、それこそ表現することとか活動の理由みたいなところを見つめ直すきっかけになり、それを主にこう書籍に書いていたんですけれども、それを経て今、今年も EXILE としてライブツアーがあって、来年は3代目 JSOULBROTHERS でまたライブツアーがあってっていうふうに、ちょっとずつこう復活している中で、今思うのは、そういった場所がやっぱかけがえのないことっていうこともそうですし、ただそういう場所が永続性のあるものじゃないから、じゃあその中でまだ人生は続いていく中で、じゃあ自分は次に何を表現していこうかなっていうのを今改めて時間をとって考えている最中かなっていうのが、まさに今の自分の考えていることですね。なので、大きく変わったんですけれど、コロナを転機に大きく自分の表現することっていうものの理由と内容が変わったんですけれども、まだ自分ではうまく言葉にできてないかなっていう、だからこれから自分の中に出てくる表現が楽しみにしているっていう感じなんですけれども、千葉さんはどうですか？そうですね。前回お話しした時っていうのが、確かあれは僕がマジックミラーを出した後だと思うので、だからその頃読んでいただいて、それでそんな話もあったわけですよね。だからちょうどあれはコロナになってから、まだ先行きかなり不透明だった時ですよいつね。頃でしたっけ？いつ頃でしたっけ、あの時っていうのは。あれはね、2020年の12月ぐらい、乗ったのが12月ぐらい、退団されたのが11月ぐらいじゃないですかね。まさに真っただ中ですね。真っただ中ですよ。そう。僕がね、最初の小説、デッドラインを書いたのが2019なんですよね。で、まさかね、そんなことに、コロナなんていう、パンデミックなんてことになると思わない状況だったんだけど、それで、翌年から状況変わったわけですよ。で、まあ、そういう中で、あの時お話しした時は、結構、なんていうか、かなり、もう、このガラッとそのパフォーマンスもできない状況になって、で、すごく自分自身と向き合わざるを得ない、状況になってっていうので、結構、なんていうか、あの時は暗かったですよね。だだからから、こうやっぱ答えが見えない中で今すぐできることがないっていうのはこんなに辛いんだっていうのはありましたね。そうでそすれよね。は抜けたような感じはしますね。やっぱりそれは多少今、かつてと同じではないにしても、パフォーマンスの方も、回復してきたというか、状況が。やっぱそれは、それによって、回復軌道にあるっていう感じですかね。そうですね。それももちろんありますし、プラスなんていうんですかね、目標地点というか、パフォーマンスする中で、自分で言えば言葉を使わずに踊ったりとか、セリフを使ってお芝居をしたりとかっていうのの他に、なんていうんですかね、毎日日々周りにいる方とコミュニケーションをとって、大切な人を大切にしてとかっていうところが、どっちかというと自分おろそかにしていたのかなと、当時それは書おろかそれかてにまししていたた。よね。でもそれがすごく今楽しいですし、それを続けていった先には、また
新しい環境や新しいステージが年齢とともに待っているんだなと思うと、そこがすごく楽しみになったっていうのが大きな変化かもしれないですね。なるほど。まあ、自分と向き合うっていうことと、その、まあ、ある種こう自分をもっと自分というか、自分とそのそこからつながる人間関係をもっと大事にするっていうようなことを書かれてたし、で、はい、そのなんていうのか、その部分をこうちゃんと見ないでがむしゃらにやってきたっていうことを、このもしかして自分のこれまでの10年ぐらいを間違ってたんじゃないのかっていうぐらい強く一回は かなりあの、はい、あれですよね、一回へこんでなんかすごく泣き暮らしたっていうことまでね、だから ねだからまあ一回その一回こう自分をこう一回壊して作り直すみたいな、まあ、そういう時間になったっていうことですよね、この数年間が。そうですね、だからそれ出した時には、本を出した時にはもうそれが1年前ぐらいの話だったんで、うん、1年間の間にあったような話だったんで、うん、そこからまた1年経ってこうなんていうんですかね、今度は周りの人とも関わりながら、うん、あのその作業をしているみたいな段階なのかなとも思います、うんうん、なるほど。ちょっと自分でも歩みが遅いなと思うんですけど、まあ、これも自分のペースかなって思うといろいろ楽になれたところがたくさんありますね。そうですね、今だからあのだいたい40代になられたんですよね。今30代後半です。38後半でしたっけ、はい、だからもうそろそろ40代になるっていうので、であのなんていうか、そうか、だからやっぱり10年ぐらいやってきて、なんかこうだんだん次のステップに入っていくっていう、まあ、僕自身そういうふうにコロナの時期にまさにそういう時期になったっていうのがあるんですよ。で、そのなんていうのかな、まあ自分自身と向き合ってこなかったかっていうと、まあ僕なんていうのかな、個人的には自分の中にあるいろんなテーマとかその周りとの関係性とかっていうのは考えてきたつもりではあるんだけれども、うん、でも、はい、まあ元から専門にしてきた哲学とか思想とか、まあ、そういうことにとにかく邁進してきたわけですよ、その、はい、ずっと10年間 で、はい、でやっぱ小説を書き始めたっていうのはね、その大きな転機で、でそのそこで小説で扱われてることっていうのも、まあ、小説はもう作られた構築されたものだけれども、その自分の人生の中からいろんなモチーフをあのこう持ってきてるっていうこともあり、まあ、それは自分と向き合う作業でもあって、で、うん、なんて言うんでしょうね、そのまあやっぱり人生折り返し地点っていう、まあやっぱまあ大体折り返し地点だと思うんですよね、はい、でそうなってきた時にその先をどうするかっていうのをやっぱ考え始めるっていう、そのタイミングとこのコロナで、まあ、うちにいなきゃいけないっていうことがたまたま重なっちゃったっていうのはありますね。実際あの書き始めた時期とコロナに入った時期がかなり近いじゃないですか、うん、19年、20年ってあって、それを経て今2022年で書きたいことって変化してきてるんですか、最終的な結末っていうのは。そうね、僕は結構自分のパフォーマンスを見た後であったり参加した作品の後味がどちらかというとインパクトがあるものがすごい好きだったりとか、うん、好きだったんですけれども、今はどっちかというとそういったものを見た後に自分の家族を振り返ったりとか、うんうん、こうじゃあ仲間を振り返ったりとか、こう例えば端的に言うとこう幸せになるような作品、ああいやこう絆やつながりを強く思い起こされるような作品っていうのにすごく興味があって、なので自分のパフォーマンス自体もそういった方向を心がけているんですけれども、うん、千葉さん自身は何かこうその中で変化が、書きたいものに変化があったりはしましたか？そうね、まあ、一つ僕の側で言えることっていうのは、その最初の小説っていうのは、まあ、2000年代の最初の数年間が舞台のもので、うん、まあ、過去のことなわけですよ、はい、で
でその後オーバーヒートっていう小説はまあ大体同時代のことを書いてるんだけど、ただいずれにしても、あ、それもでもコロナ以前の話なんで、で、まあ、つい最近あの3本目の中編小説がまあ大体できたんですけど、まあ、それもあの以前の時代の話で、はい、でまあなんかこうコロナを経て、まあ、世の中いろいろ変わっていくわけですけど、はい、その何て言うんでしょうね、未来予測みたいなことをするっていうよりもこう振り返りながらこの先のことを考えていくっていうか、うんうん、そういうこれまでの時間の厚みをこう大切にしていくっていうような、うん、そういう姿勢ですね。そういう姿勢が、うん、その今人生の後半にだんだん入ってきて、あの、うんうん、大切にし始めてるところかな。だからやっぱそれまでの若い時の10年間がむしゃらにやってきたっていうのは、まあ、特に一番最初の頃はそういう哲学のまあ最先端を目指すんだっていうような、はい、あのすごく若者らしいね、そういう意識ってがあったわけですよ、はいはい、でだけれどそれよりも何て言うんでしょうね、まあでも戻る時間を戻るっていうとなんかちょっと保守的な感じになっちゃいますけど、はい、こうもっと時間を行き来するような感覚、うん、今に主体があって、うん、過去も未来も行き来するみたいな感じなんですかね。そう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 、そういう感じになってきてる、うんうん、なんかすごい自分もあの自分の理解の中でですけどピンとくるところがとてもあって、なんか、うん、こう自分はこう目の前に何か大きな出来事があるとすごくこうなんていうんですかね、あの目線が狭まりがちというか、こう物事にこうのめり込みやすい性格だなと自分で思うんですけれども、でもそれを見た時に同時にこう、まあ、未来は過去にあるじゃないですけれど、これまでの歩みも見ながら、その先の10年後20年後40年後を考えながらの今っていうのを、まあ、やりたいなっていうのが今の自分の中にもありますし、それをやるためにはこう自分が健康でなければ心も体も健康でなければいけないし、うんうん、と思うとこうこの食事も大事だなって思ったりとか、今日の睡眠も大事だなって思うというか、なんかそこをこううまくホッピングしていきながら作っていければいいなっていうので、まあ、今までのやり方とそれが僕も大きな違いなので、なかなかこうこの車を乗りこなすのに苦労している感じではあるんですけれども、あ、なんか それがすごいエンジョイできている感じがあります、うんうん、だからこうなんか根本的に今楽しいですね、うん、うん、なんかそれはちょっと今お聞きして自分のことをこう思うとそうだなっていうのがありました。うん、そのそうね、その今まで自分が過ごしてきた時間の中でまだよくそう自分自身よく見ていなかったところをねもう一回あの見つめるとか、うん、なんかそういう振り返りの中であの次につながるようなヒントが、まあ、実はあの今までのことの中に眠ってたんだけど、まあそれをこう、うん、もう一回こう探り直すっていうようなこととかあったり、うん、まあ、やっぱりいろいろあの、うん、新しいことにただ取り組むっていうだけじゃなくて、こうなんていうか日常の中のいろんなことをこうなんていうんでしょうね、ちょっと時間を取ってゆっくり見ていくっていうことで、うん、あのまあいろいろあのより豊かにヒントが出てくるっていうことあると思うんですよね、うん、まあやっぱり時間との向き合い方っていうことですかね、大きく言って。でそれはやっぱりコロナの時期にとにかくあのスピードで仕事をとにかくやっていくっていうじゃなくなったわけじゃないですか、はいはい、うん、やっぱりまあそのどうしようもなく止まっていなきゃいけないっていうこともまあ強いられたわけですけど、うん、まあ、そのおかげで一回その仕事とプライベートとその時間との向き合い方っていうものがリセットされたっていうか、うんうんうん、そういうところがある感じがしますね。うんうん、確かにそう思います、うん、まあやっぱりあのだんだん状況がまあねもう箱になった以上その
なかなかね、完全に、状況も完全に元には戻らない中で、まあ、やっぱり人と会うっていう機会は増えてきてるわけですけど、まあ、やっぱり対面ということはすごく意味があると思いますよね。でやっぱその場でその状況の空気の振動をこうやっぱり一緒に共有する、目の前に生きている肉体があるっていうことはやっぱすごく意味があることで、だから、まあ、僕もそのできればね、本当は今回も現場でお会いしたかったところなんですけれど、だからまあ適宜その仕事の状況とかによってこう組み合わせてやってはいるけれど、やっぱりこういう、そうね、コロナっていう状況で、まあリモートでできる仕事はリモートでやるっていう、まあそういう効率化が進んだことも一方ではいいことなんだけど、同時に人とリアルで時空を共有するっていうことの重要性っていうのはやっぱり改めて考えさせられた時期だったなと思います。うん、それはやっぱりパフォーマンスっていうことに関しても何か思うところがあるんじゃないかと思うんですけど、小林さんどうですかね。うん、オンラインライブをその隔離期間中に、隔離期間というかコロナが流行っていた、一番流行っていた時期にやっていて、その後に生でのライブをやった時に、やっぱりそのおっしゃる通り会場で生み出される空気感であったりとか、うん、こう分かりやすく言うと2時間一人で踊れってやっぱ無理な話で、でもなんで2時間その場でライブだと踊れるかって、やっぱりそこでやり取りがあって、曲があって、大きなダイナミックなこうバイオリズムみたいなものがあって、最終的にこうフィナーレにたどり着くっていう一個のショーをお互いで作り上げているので、なんかそれはやっぱり、ああかけがえのないものだなって感じましたし、リアルなショーっていうのはおそらくなくなることはないんじゃないかなと。で同時にこうリモートだからこそできる可能性っていうのもリアルの興行に対して結びついてきたなと思いますし、こう例えばオンラインで見れるようなライブがツアーの中に組み込まれたりとか、そのツアー自体の活動をこう共有するようなシステムが今まで以上につながりやすくなったりとか、意見が総合コミュニケーションになっていったりとかっていう、だからなんかこの先に生まれてくる新しいエンターテインメントの形っていうのは、それこそメタバースとか NFT とかいろんな形で表現も増えてきたので、なんか今多分技術の中ではそれがもうすでに始まっていると思うんですけど、その技術を使ったエンターテインメントの表現の仕方っていうのはこれからどんどん増えていくなっていうのは感じてます。そこはすごいワクワクしてますね。それと自分の肉体での表現がどう結びついていくかっていうのは、そこに自分のオリジナリティを足して生み出していくっていうことなのかなって思うので、その表現コロナでどう影響を受けたかっていうのの一つにそこも入ってくるのかなと思います。やっぱりハイブリッドで、いろんなやり方を組み合わせていくっていうことは、まあ、この数年でいろんなところで実験がなされて、でそれもまあかなり、なんていうか、まあ成熟とまでは言わないけど、まあ、かなり、まあ、いろいろやれるようになってきてるわけですよね。それはそうだと思います。でうちの大学でも、まあ、最初はオンラインで授業をやってたわけですけど、まあ確かにおっしゃる通り人前で喋るのとは違うわけですよね。まあ特にオンデマンドで収録してそれで配信するみたいな時に一人でうちで喋るのって厳しいものがあって。それもあるんですか、講義というか、そういう、なんていうか、お話するのを自分で全部、自分というか、ご自宅とかで全部撮ってから大学で流すとかも。そうそう、そういうことをやってた時もあります。なるほど。そう。と、あとはリアルタイムで、こういう通信環境でっていう、はい、まあ、その場合だと、例えばチャットを使って質問が あったりとか、まあ、リアクションが多少あるから、はい、違うんですけど、はい、まあ、そうすると、まあ、本来その大学教員って基本的に
まあ、人前でしゃ黒板を使って喋るっていう仕事なんだけど、なんかみんな YouTuber みたいになるみたいな状況になって、はいはい、まあ、本当特にあんまりデジタルに慣れてないお年の先生とか大変だったと思いますけど本当急にそういうことをやらせられるみたいな状況になってましたよね。思うのがTikTok とかそれこそ YouTuber の方もそうですけれども、こう今まではテレビに出てこういろんな人に顔が知られるっていうようなルートではなくて、こう家でスマホで撮ったもので直接多くの人に広がるっていうバイラルになるとか、なんかそれはこのコロナ期間でもより進んだなっていうのは感じますね。そうですね。だからそれがなんか僕はまあ所属事務所があって、そこでグループに入りながらいろんな活動をしているので、こう自分がもしその当時10代の頃とかにそういった SNS とかのメディアで表に出た時に身を守る方法とかも全く知らない中で、こう相手の立場になって考えるっていうのにもこう自分の文化の中で育っているから限界もあるじゃないですか。だからこうすごく刺激的なことであり、まあどこか恐ろしいことでもあるなと思いながらそれはずっと見ていたので、なんかそこがね、今のお話だとこう講義の中でも YouTuber 的なことをこう多分し始めていった先生もいらっしゃると思うんですけれども、なんか面白いですね。こう初めてのメディアに出会うと人間することが全然人によって違うっていうのが、だからなんか僕は特にそこの個人が世界に発信する表現っていうのを注目して見てたように思います、コロナの時。そうですね。そのまあ僕は文章を書く仕事が一体どこから始まったかって言えば、まあ出版社から声をかけてもらって原稿をまあ書き始めたっていうことですけど、まああとは何だろうな、まあでもそれは例えば学会誌に投稿して掲載されるとかもそうだけど、ただまあ僕の時にはもうすでにツイッターがあったので、で多少そのツイッターで発言することから注目が集まってっていうようなルートはあったんですよね。だけどそれでもやっぱり SNS だけで一気にバーッとこう注目を集めるっていう、まだそういう時代ではなかったんですよね、まだ過渡期で。だからあくまでもその出版社とかそういう大きな組織体があって、でそれとの関係の中で、まあ、自分の仕事キャリアを組み立てていくっていう、やっぱりそういう旧来のものだったわけですよ。でまあそれはテレビっていう世界もそうだと思うわけですし、それが今本当にネットで本当個人が自分でどんどんいろんなことをやれてしまう、でそれがすごく大きなビジネスにつながるかもしれないっていう時に、こうまあ組織だったらそこでいろんな何て言うのかな、いろんなマネジメント上の工夫があるわけですけれど、まあ、そういうこともない中で無防備にこう出ていくっていうリスクもあるっていうことですよね。そう思いますね。で一方で、まあ、小林さんは今はそういう大きなグループの中で仕事をされていてっていう、まあ、そのなんて言うんでしょうね、その世の中全体の状況がどんどんそういう個人が自分で、こうメディアの可能性を開拓していくっていうようなそういう状況になっていってるってことと、まあまあ言ってみればある種組織でこう、仕事をしていくってこととのその関係というか緊張関係っていうのか、まあそこはいろんな思いがあるような気がするんですが、それはどういうふうに思っています？そうですね、まあ、今本当感じるのはやっぱりこうグループとか組織だからこそこう助け合えているところの強さっていうのは感じますね。自分はどちらかというとこうさっき言った通りこうのめり込みやすい体質なんで、周りに助けられている感覚がとてもありますし、それは
なんていうんですかね、仕事の面でもそうなんですけど、こう気持ちの面でもそうというか、こう人間同士のこう集団での行動って、それはもう大人同士いろいろな付き合い方があるので、うん、大変な部分も多いとは思うんですね。でそれが得意な人もいれば苦手な人もいると思いますし、ただその中でその状況や環境を理解しながら、お互いの将来のために同じ方向を向くことができたら、それはとっても強いものだなと思ってますね。でそれをこう個人の視点からではなくて、どっちかというと俯瞰で見ながら、あまりそういった細かいことも考えなくても進むようにしたのが会社なんだなっていうのも、法人なんだなっていうのも、そうですね、改めて気づきましたし、だからこう自分もこういった本を出させてもらったりとか、個人でやってる仕事を経て振り返ってみると、そのグループの力とかこう支えてもらっている感覚っていうのがとても気づくことができたので、なんか今それを経て、ね、どういうバランスでやっていくっていうのが、こうグループでの方向性も新たにコロナ後で見えてきたものもあるので、そこをこういろいろ調節しないとっていうところではあるんですけれども、逆に千葉さんはそう考えると個人でやりながら、こうそれこそ個人個人であったり、個人と組織であったりやり取りしているじゃないですか。そこは変化とか、やりやすさやりにくさは変わったんですか、やりにくさは変わったんですか。そうですね、まあ、今のお話で思うのは、まあ、やっぱり人は一人ではやれることには限界があるというか、むしろその相互作用の中でいろいろ面白いことが出てくるっていうこともあるし、あるいはまあそういう相互作用があるから自分で全部一人で背負わなくて済むっていう、そういう、まあ、セーフティーとしても集団活動っていうのは意味があるっていうことだと思うんですよね。で、まあ、僕の仕事で言っても、まあ、僕も別に個人で全部一人でやってるわけではなくて、やっぱり編集者の方々とか、いろんな会社と付き合っていく中で、まあまあなんか緩やかなチームみたいなものがあるわけですよ。で、その中でいろんなことが話し合いが行われている中で、まあ、外にいろんなことがアウトプットとして出ていくわけなんですよね。だから、なんていうのかな、存在としてはまあピン芸人みたいなもんなんだけど、でも実はすごくいろんなネットワークの中で仕事してるっていうところだと思うんですよね。なんかその緩やかなチームであったりとか、僕で言えばもう明らかなチームですけど、なんかそれを自覚した期間でもあったような気がしませんか。なるほど、そうかもしれないです、なんかそこのチームメンバーだなっていう思う人と関わってない、そう関わっていない外側の人とっていうのは、境が前よりもちょっと明確になったような気がして、意識してこう誰かに直接コミュニケーションを取るような感覚が自分には出たので、こうそう思うと、社会生活をこうしていこうという、なんていうんですかね、社会生活をしていくっていうことをこう意識前よりするようになったのかなっていう、まあそれはすごく普通に言って成熟っていう話ですよね。そうかもしれないですね。でそれは僕もそう思います。でやっぱ僕も一番最初の本書いた時は本当に編集者と1対1の状況から始まって、でだんだん別の会社と仕事するようになると、またもう一人、別の担当者がついてっていう感じで、でまたその出版社間の、出版社って別にまあ、もちろん競争関係にはあるんだけど、でもお互いのその中の人たちっていうのは、同業者としていろんなネットワークがあるわけで、別に敵対関係ではないわけなんですよ。なるほど。でだからこうだんだんこう取引する範囲が広がってくると、こうだんだんその人間関係の中で自分の仕事っていうものがいろいろ助け、いろんな方向から助けてもらって、こう練り上がっていくし、
やっぱ自分だけ、自分がまずいて、そこにこうサポートしてもらってっていう、結構そういう自分主体的な、まあそれはすごく若者らしい自己中心性だと思うんですけど、まあそういうところから出発して、だんだんそういうネットワークの中にいるんだっていう感覚になっていった。で、まあそれはコロナとか、あんまり関係ないかもしれず、でもやっぱり10年ぐらいで大体そうなるんだなと、感じはしますよね。で、僕ちょうど2012年に関西に来たんですよ。はい、で、それだからまさに今年10年目っていうことで、で、まあそれが、まあこういうね、世の中の状況が、まあこういう年に10年目になってしまってるわけなんですが、まあ、震災の直後に来てるんで、で、だから、ちょうど2つの災害に挟まれた10年間っていうことなんですけど、まあその中でだんだんそのなんていうのかな、その自分主体としての自分がなんか何でもかんでも責任を担わなきゃいけないみたいな、そういうまあ若者らしい意気込みが最初はあったものが、まあだんだんこう崩れていったっていうのはあると思うんですよ。まああとやっぱり単純におそらく小林さんもそうだと思うんですけど、どんどんその仕事が多角化していくじゃないですか。いろんな、方向性に。で、そうすると、こう、もともと自分はこれをやるんだ、これが自分の本筋なんだと思っていたことが、なんかそうも そこだけやってられなくなるわけで。で、やっぱいろんな仕事、いろんな、まあ雑多なっていうとちょっと言葉あれですけど、とにかく雑多な仕事をしていくっていうことって、いろいろその自分の可能性を開きますよね。で、いろんな意味で気を楽にしてくれるっていうか、全部背負わなくてよくなるっていうか。確かに確かに。それなんかそこがあんまり自分がこう今の言葉をお借りして言うと雑多になっていくと雑多になっていくっていうことがこう苦手だったので。まあ、一つのことをっていう方が得意というか、だったのでこう雑多になっていく上でそこでこうなんかこううまくハンドリングする時間はちょっと今もそれこそなおかかっている感じはするんですけれど、ただやっぱそれそういうことなんだなっていうことにようやく受け入れられてきてるというか、でそのことで可能性が広がることがあるんだなっていうのは今感じているので、なんかそのこう雑多なことであったりとか、こうその先に広がったものに対してこう恐れなくもう一歩踏み込むみたいなことはやらないとなっていうふうには思ってますね。ただこう同時にまだ怖いところもあり、それがこうそれこそ10年前だったらもうちょっと無自覚的にとか、あと好奇心を持って飛び込めたところがちょっと飛び込みづらくなっているのは何なんだろうなっていうのもこう探りながら、こうそこら辺をこう軽いステップで回ってるような感じです。夢って必ずしも思ってたような形で実現するわけじゃないって書かれてたじゃないですか。であれっていろんなことに言えるなと思ってて、その自分これが自分の本業だと思っていたことと違う枝葉のところから実はすごく自分の個性と合うような別の業務が伸びてきたりとか、そういうことってあるし、そこで意外になんかすごい自己実現ができちゃったりとかあると思うんですよね。で、やっぱり僕も一つのことに集中するっていうので大学院時代ずっと、まあ、研究者として文章をこう洗練させていくっていうことをやってきたわけなんですよ。で、それがだんだんまあ一応物書きのプロとして仕事を始める中で、例えば雑誌のインタビューとか、まあ、インタビューの直しとか、まあ、ちょっとしたコラムとか、まあ、そういう仕事をやっていく中で、その自分がもともと考えてたクオリティっていうものをこう、まあ、ある意味維持できないというか、その、あんまそんなこう、なんて言うんでしょう、あんまりとんがったものを書きすぎても、はい、伝わらないし、それはメディアの特徴とかに合わせて、もっと砕けたものを書かなきゃいけないこととかもあるし、で単純に時間がなくてそんなに煮詰め切ることもできない場合とかもあるわけだし、でそうするとだんだんなんていうのかな、やっぱりこだわってられなくなるんですよね。だから僕はなんか前にもそういうエッセイを書いたことがあるんですが、その自分が変化していくときって一旦仕事のクオリティが下がるん
と僕も思ってて、ていうかむしろあの仕事のクオリティが下がることを恐れるなっていうことを書いたことがあるんですよ、はいはい、むしろ仕事のクオリティが下がるときっていうのは変化しているときであって、でそれをこう歓迎するっていうか、一体そこでなんていうのか、かつて自分が思ってたこれがクオリティが高いことなんだっていうことが思い込みにある可能性があるわけですよ、はいはいはい、うん、もっと幅の広いクオリティの捉え方っていうのがあるだろう、うん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 、すごいわかります。それこ そ, その僕も読ませていただいた千葉さんの本であったりインタビューであったりで、あのこう、まあ、何か夢中になった時に一旦惹かれる、周りの人に惹かれるっていう、うん、まあ、そのバカになることをこう恐れないということであったりとか、うん、あとあのトレーニングをしていて、うん、こう、まあ、ルーティーンとか決めたりとか、今日は何をやろうっていう、今日はじゃあ胸のトレーニングしようって言って、言っても、うん、じゃあその胸のトレーニング機器が空いてないから、じゃあそこで柔軟に対応してじゃないですけどそう、なんかこううまくいかないことってで、こう理想が高くなったり年齢を重ねていって経験値を持てば持つほどたくさんあるわけで、うん、だからその中でどう自分の機嫌を取りながら、あのいかにゴールにまでたどり着くか、もしくはゴールにたどり着かなくても心地よい状態で居続けるかっていうことが本当になんだか自分の30代後半のテーマというか、うん、こうやっぱりこう一個に突き進むとポキって折れた時に他がないっていうのが、うん、あのそれこそコロナで感じたので、あの、うん、なんかこうなんとなくふんわり生きるっていうことの強さもすごいあるなと思いましたし、うん、ただそだからこそこうどこにも火は弱火でついていて、はい、何かアクセルを踏み込んだ時にそこが急に強火にしても他も弱火でずっといられるという、うん、まあ、なんか自分で言えばあのドラゴンボールのずっとスーパーサイヤ人の状態で普通に生活するみたい な, なんか多分ドラゴンボール読んだことある人は多分すごく分かると思うんですけど、なんかその状態を普通にしてこう底上げをするみたいなことはこうとっても今の自分では理想ですし、ちょっとその感覚も少しだけつかめてきたというか、うん、なるほど、うん、だったので、なんかあとはそこを恐れずにもうちょっとこうその場所でじゃあ中火にしてみたり強火にしてみたりっていうのを、うんうん、あの自分を信じてやることだなと思いますし、うんうん、なんかそうなってくるとあとはこう体力的な話ですかね、それは体の体力もそうですしこう気持ちの体力もそうだと思うんですけど、うんうん、なんかこう自分お芝居をしていてこう気持ちの体力がいる役柄ってあるなって思った。まあ、そう多く別に僕もやってるわけじゃないですけど、お芝居とかこうツアーとかもそうなんですけど、これはなんか気持ちの体力がいるコーナー、この演目だなっていうのがあったりするんで、うん、なんかそれをこう整える、その時に出せるように貯めておくためにこう日々整えたりとかもしていたんですけど、うんうん、だから全く関係ないことするってことじゃないですかね。なんかあのそれこそあのジブリ映画で魔女の宅急便でキキが飛べなくなった時に、あの画家のウルスラってキャラクターが言ってたようなことですけど、あのじゃあ散歩をしたりとか旅行に行ったりとか、うん、こう友達と話したりとか、あのなんていうんですかね、自分はそのじゃあ自然に触れて 2,3 日じゃあ旅行に行って、そういった場所を歩いただけで発見があったりとか、この間もそうだったんですけど、紅葉がすごい綺麗な場所に行って、これあ山ってこんなにエネルギーがあるんだとか、なんかものすごい解像度高いなって思ったりとか、うん、あのレイヤーもそうですけど、 山々の山並みもそうですし、こう一個一個の葉っぱが何億枚あるっていう状況とか、うん、なんかそう思うと、あこれってまあ、やっぱ自然と考えちゃうというか、じゃあこれが絵になってたくさんの人に届いたらどう思うかな、 VR になったらどうなるのかなとか、ライブの演出でどうなるのかなとかっていうと、なんかそうなって自分の心がだんだん向いてくるというか、なんかそういう時期が来るまでこう他に楽しいことを見つけることは自分にとってすごく有効でしたね。なんか紅茶も好きなんですけれども、こうただティーパックで飲んでるよりも茶葉で入れた方がこんなに美味しいんだとか、
もうちょっと調べてみようかなとか、今なんかあのその T メジャーっていうあの1杯分測るやつとかいろんな種類があるんでどれ買おうかなとか紅茶ですか？そうなんですよ。別にそのなんかこれから勉強していく感じなんであんまりまだ詳しくはないですけど、今までそれこそダンスのスニーカーばっかりいろんな探してたのじゃあ T メジャーどれにしようかなっていうのが同じぐらい楽しいというかなんかそう思うとこうなんていうんですかね、生活にリズムが出たりとか、こう、なんか他のことをやることでその気持ちのゲージが回復していくという、なんかそれは発見でしたね自分にとって。なんかありますかそういう全く文章のことを考えない時間。まあ目的にね直結しないことをねやる、なんか適当なことをやるっていうのがやっぱり大事だなと思いますね。でも、なんでしょうね、でも今のお話もやっぱり紅葉見に行ってもそれこうパフォーマンスに生かすこと考えちゃってるところがちょっとありますまあちょっとありますね、まあ、あとちょっと今カッコつけた部分もあるかもしれないです正直もうただ正直この間紅葉綺麗だなーってわーすげーなーで終わったかもしれないです。あーちょっとカッコつけました、その方が許してください。いやいやいやでもなんかでもやっぱり我々いろいろなんかそういうその総合的にある種のどうこれがステージだったらどう見えるかとか、これが文章だったらどう見えるかとかと考えちゃうわけじゃないですか、ね、だからなかなかね純粋な良かっていうのって結構難しいところがあって、やっぱちょっと旅行に行ってちょっと面白いなんか居酒屋でのなんかお店の人のなんか料理の運び方とか見てると、あなんかちょっと面白いこれ場面じゃないとか思っちゃったりとかするわけで、そうするとこれちょっとネタになっちゃうなとか思うわけね、はい、だけどなんか本当そこから純粋に離れるっていうのもなかなか難しいっちゃ難しいんですけどね、でもまあでもなんていうんでしょう、そのまあ今当座やってる仕事とは全く別のことをするとか、全然関係ない本を読むとか、本屋さんに行って、ちょっとふらふら、なんか全然関係ない、なんか料理本のコーナーをふらつくとか、なんかちょっと星占いの本のとこでもちょっと普段見ないけど見てみるかとか、なんかちょっと機械とかなんかこう、なんかそういう理系のなんかところをちょっとコーナーを見てみるかとかね。なんかそういうのでなんかこんなことを真面目に書いてる本があるんだとか、なんかそれでへえって思うだけとかね、まあそんなのもあるし、なんかそれも散歩の本屋さんを散歩するっていうのもなんか楽しいですね。本屋を散歩するっていいですね。なんか、書店さんも喜ぶし、まあそうだからやっぱりリアルの本屋さんやっぱ大事ですよ、散歩できる。いや思います出会いの場ですよね。自分も本屋さん行くの好きで、でもそう思うと最近行ってないな。今はこうネットでダイレクトに欲しいものが手に入るじゃないですか、次の日には届いてたりとか、それはそれでとっても便利なんですけれど、やっぱこう本屋さんに行ってこう紙の匂いがこうありながらこう歩いていくとこう書店員さんが並べたおすすめにたまたま出会ってしまうっていうのが新たな出会いやこう自分の興味の新たなものを引き出してくれるっていうのはすごい自分も好きなんで、ちょっと今行ってみようかなと思いました久々に。ですよね。だからその脱目的っていうのが、脱目的がなんかクリエイティブなものにつながってちゃうっていうところがまた問題なんですけどね。問題ではありますね。そう、つまりやっぱり今特にやっぱりエッセイも読ませていただいて、そのエグザイルの人たち、LDH の人たちもみんなそれぞれがいろんなそれぞれ自分初のプロジェクトとかがいろいろあって、でそれでどんどんいろんなことを考えてるわけじゃないですか。で、そうすると本当に、いろんなところからの刺激とかちょっと聞いた話とかっていうのがどんどんまあね、ネタ帳にこう書き込まれていくっていう、そういう時代になってると思うんですよね。
だからもうなんていうのかな、もう捨てるものがない時代になっていて、それはいいことかもしれないけど、うん、でももっと本当になんていうか、どうでもいいものとかどうでもいい時間っていうものとなんか戯れるっていうことが難しくなっちゃっている気がして。確かに、うんうん、何でもクリエイティブなものにつながるっていうのはハッピーなようだけど、うん、果たしてそれでいいんだろうかっていうのは思いますよ。なるほど、確かに、うん、なんかアウトプットを制限するっていうか質を高める、うん、みたいなことはしないとなっていうふうに思ったことがありまして、っていうのはこうおっしゃる通り何でもこうクリエイティブにつながるので、うん、それと同時にアウトプットできる場所も今かなり多いじゃないですか。そうです、先ほどの SNS もそうですし、じゃあそういった経験を全部つぎ込んでライブやじゃあお芝居に入れていくっていうこともそうなんですけど、ただやっぱり自分が感じたのはそこでこうなんていうかアウトプット型で疲弊していって一個一個のクオリティが落ちるっていうところもあったりとか、あとはこうじゃあこの世代の時にはこのアウトプットの出し方でよかったんだけど、この世代の時には同じ出し方だとちょっと通じなかったりとか、今みたいな余計な話をしている時の方がこう場が盛り上がっていったりとか、うん、っていうものを考えていくと、こう出すものの質を高めてこうアウトプットしなくてもいい時間をもっと有意義に楽しむっていうのは大事だなっていうふうに思いました。結果生きている限りは何かを伝えていると思うので、結果何でもない時間が役に立つっていうのはあると思うので、そこもちょっと信じてもいいなっていうのは、うん、うん、なんかありますね。なかなかそこまで行くのが難しいですけれどね、うん、なんかやっぱり自分の中にこう溜めておいて、こうまあ何か出さないでおくものっていうのがもっとあっていいと思うし、うんうん、こうこれほどいろんなことがすぐに流通に乗せられてしまう状況にある以上、うん、まあ、そこですり減ってしまうっていう、まあ、それは気をつけなきゃいけないなと思ってますね。この間その総決算を書かれて、うん、これから の, うん、書きたいものとかこういう、まあ、書くものから離れてもいいんですけど、うんうん、こうしていきたいな、こうしていこうかなっていうのは千葉さんの中には何か見えてはいるんですか？そうですね、なんていうのかな、やっぱりこれで総決算だっていうことをある意味毎回やっている感じもあって、その、うん、一つ一つに、まあ、人生全てのではないけどある分野とかある興味の総決算をこう毎回注ぎ込むっていうような作り方をしてるつもりなんですよ。勉強の哲学も自分がこう学ぶっていうことについて、もう人に語るんだったらとにかくこれを語りたいっていうのをもう全部詰め込んだ感じがあるし、デッドラインっていうのは2002年とか2001年ぐらいの東京っていうもののこう全部を詰め込んだみたいなつもりであって、それ保坂和志さんっていう小説家が小説入門の書きあぐねてる人たちのための小説入門っていう本があるんですけど、そこでとにかく小説書くときには一作ごとに出し惜しみせずに全部入れろっていうふうに、で全部入れちゃうと次が書けなくなるんじゃないかっていうふうに考えるのは間違っていて、全部投入するから次が書けるんだっていうふうに、で僕その教えはすごく何ていうのかな、なんかこう無批判に受け入れることにして、で、そう思ってるんですよ。だから今回の現代思想入門にせよ、あとまた新たに書いた小説も、まあ、自分なりになんかとにかくやりたいことを全部やろうと思ってやって、でそうするとなんか次のことが出てくるんですよね。なんていうか、その何かが残ってるっていうんじゃなくて、一回こう吐き出してしまうことによって、まあ、限界が広がるっていうのか、書けることが増えるんですよね。だからやっぱりこれまで自分が書けると思ってたことをやっぱり一回全部書いちゃわないと書けることって広がらないんですよ。確かに、うん、
だから僕は常にもっといろんなことを書けるようになりたいなと思ってて、それはそうなんですよ。その意外に書けないことっていっぱいあって、なんかちょっとそれこそ、うん、あの紅茶を飲む時の感じでも何でもいいですけど、筋トレしてる時の胸の感じとか、意外にそういうことって難しくて書けなかったりするわけですよ。で、そういうさりげないこととかの解像度をが、なんていうのかな、いろんな仕事をしていく中でだんだん上がってきて書けるようになってる。なるほど。だからそのまた次っていうのはなんか出てきてる感じがしますね。そうですね。楽しみです。多分論文を書くっていうこと自体の向き合い方、アティチュードもまた変わったところがあって、なんか今またすっごく渋い論文とか書けるんじゃないかっていう気もしてるし、小説に関しても、まあ、まずもっと長いものをもっと書いてみたいっていうのもあるし、いろいろなんか出てきますよね、やりたいことは。なんかそのそれこそ今の柴さんのお話聞いて、自分はこの2019年ぐらいから今までのこう感じているものをまだ書き切ってないような感じがあるので、書き切ってない、出し切ってないようなものがあるので、なんかそこをしっかりこう出し切りたいなっていうふうに思った部分がありますね。それは何かこう見つかって書けるものを出せるものなのか、それともこう あるがままに出したらそうなるのかっていうのはこうどうなんだろうなっていうのもあるんですけど、どこかそこがこうすっきりしてない感じがずっとあるので、ただなんかこうそれを出すときにこうじゃあ今年来年とかそういう感覚ではなくて、なんかこの先10年の中でこう出ていくものなのかなっていうのはこう今の自分のやり方の変化も踏まえて思ってますね。だったのでこうそれが小説っていう形になるのか、じゃパフォーマンスって形になるのか、はたまた別のものなのかっていうのは、もう少ししたらお話ししたいなと思うんですけど、まだ全然見えてないですね、なんかやっぱり自分にとっての必然性っていうのがあると聞きますよね、きっとね。なんかそう思います。今回のその選択と奇跡にという形でまとめられたものも、あれもやっぱりコロナのあの時に、なんかやっぱなんかとにかく書かざるを得なさっていうか、そういう必然性を感じたんですけど、やっぱその時に何かこう言葉にするっていう、そういう、こう力が自分の中にこう来たっていうことですよね。なんか選択と奇跡は自分の中では、なんていうんですかね、こう記録に近いというか、もともとは別のことを書こうとしていたんですけれども、こう連載中にちょうどコロナに当たったことで、もうちょっとドキュメンタリーっぽくなったというか、なるほど。こう今の感覚でいうと、今の自分はまたちょっとその時に考えてたこととも違うというか、でこう文章とか文字って、まあ、それこそ100年後も残るみたいなところから最初自分が好きになって、その時のメッセージは、じゃあ自分の人の人生よりも長いのかな、長いんだろうなと思ってたんですけれども、もうちょっと端的なものをこう いい意味で曖昧に出してもいいんだというか、だからその記録として出したことで、ちょっと今の考えとはずれてることもあるけれど、あの時感じたものとしては真実が書いてあって、でそれはとても大事なことで書き切れてよかったなと、出版できてよかったなと思ってますし、なんかそれをこう書く時代に残していくことがもしかしたらいいことなのか、まあいいかどうかは分かんないですけど、まあたまたまありがたくも自分はそこと向き合う環境をいただけているので、取り組んでいけてよかったなっていうのが、大きな、なんていうんですかね、今思うことですね。だからこう選択と奇跡っていう、ただタイトルはとてもこう今もキーワードテーマとしてあって、やっぱりその選択したことが今の自分、この先の未来、その一瞬一瞬の奇跡として自分に降り積もっていくものなので、なんかこうそれこそ選択することが日々
あるのが人生で、コロナ以降にそれがより自覚化されてきたとしたら、なんか一個の例として自分のあの選択と奇跡を読んでいただいて、皆さんがご自身がどう思っていくのかっていうのをなんかこう壁打ちにしてもらえればいいのかなと、うんうんうん、なんか今でもやっぱそうは思いますね。うん、うんうん、まあそれも何か なぜかそういうことになりましたね。でもやっぱり書けるものを広げていくっていう過程ですよね。まあ、もちろん小説を書いてみませんかって話は、まあ、まさに今みたいにこう編集者っていうのはそういうこと言うんですよね。でそれでまあそういう声はあって、でただあのそれは結構前からあったんですよ。でただね、やっぱすぐにはできなかったです。それはもう先ほどのお答えみたいに、それはすぐちょっと答えられることでありませんっていう感じだったわけですよ。でそれがなんか、うん、だから随分ね引っ張ったというか、ちょっとやってみては、うん、なんかだな、うん、どうもダメだなみたいな感じだったんですよね。だけど、まあ、2018ぐらいからちょっとそろそろやり始めるかっていう感じになって、でもまあやっぱりそれは、うん、そうね、やっぱりキャリアの前半がある程度落ち着いてきて、ここでそれこそそのなんていうのかな、こう自分自身および時間っていうもの、あるいは歴史っていうものとこう向き合うっていうか、まあそういうタイミングに入ってきたっていうことなんでしょうね。だからその時に何かこれまで抽象的にいろんな理論を書いてきたけど、もっと具体的なそのこうなんか食べるとか動くとか、そういう人間のこうあり方のこうすごいディテールですよね。小説そういうこと書くんで、うん、でそういうことと向き合うっていうことを一回やったわけですよ。うん、だからなんかそれはたまたまやっぱりそういうタイミングになった。でそしたらそれが2019年で、で、うんうん、まあだからまあ、ちょうどその時令和になったわけですよね。で、うん、なんかそれも奇妙な感じですけどね。平成が終わって、でそれでもう次の時代に入って、まあ自分も何かある種自分の身体とか自分の存在自体が一つの過去の存在に半分以上なってきているっていう、そういうまあいいんだか悪いんだか、まあちょっと悲しくもあるような気持ちの中でこう何か書かざるを得なくなったんですよね。まあ、昭和、平成、令和って3つの時代生きたっていうと、なんか結構年寄りみたいじゃないですか。ね、わかります ね。明治、大正、昭和とかね、とか、大正、昭和、平成とか言って結構なおじいちゃんみたいな、だから。いやー、結構な。うん。そうですね。まあ、今はもう、それこそ次もツアー控えていて、体はすっかり元気になったんですけれども、なんていうんですかね、まあそれこそその期間もエグザイルでアリーナツアーをやっていたので、そこはメンバーに任せて、療養の時間をいただいて、そういった意味でも最初に話したようなこう組織であったりチームであったりで支えてもらっている、まあ連絡もらったりとかで気持ち的にも励ましてもらったりっていうのがやっぱすごく助かっているな、自分がこう救われているなっていう部分も感じましたし、あとこう自分自身で言えば、まあその前はこうじゃあこの先どれだけパフォーマンスできるだろうかとか、いくつこのステージが踏めるだろうかっていうちょっと刹那的な考えだったんですけれども、なんかその自分の、まあ、前からあった古傷でもあったので、なんかそれもこれは個性だと捉えてというか、まあ、ありがちな言葉ですけど個性だと捉えて、じゃあそれも踏まえてこう自分が踊っていったりとか伝えていったりするためにはどうしたらいいだろうっていうのでこう時間をいただいて、体を治すこともそうですし、この先じゃあどういうパフォーマンスをしていくかっていうのにもアジャストしていったような時間だったので、なんかそういった意味ではこう怪我で療養っていう言葉だけではないところで自分もなんというかバランスを取ったような時間でもあったかなっていうふうに思います。うん。うん。
そうですね、じゃあ僕から、はいはい、あの2023年はあの3代目 JSOULBROTHERS が1年ぶりの、ライブツアーが行われまして、アリーナツアーっていう全国のアリーナをこう3代目が皆さんに会いに行くというテーマで、行う予定なんですね。で、今まではドームツアーが多かったのでアリーナツアーは9年ぶりの開催になるんですけれども、なんかやっぱ自分のその体調とかも含めて今準備を万端にしているので、まずはそこのツアーグループでの活動がしっかりこうやりきれるように、あの体を心身ともに整えていきたいなと思っていますし、あの先ほどの千葉さんのお話をいろいろ聞かせていただいて、あのこう出し切るっていうところ、これまでを考えてこの先を見据えながら今を出し切るっていうところをテーマに何かやっていけると、自分も何か次のステージが見えるんじゃないのかなっていうのは、あの今回のインタビューをきっかけに思ったので、何かまあちょうど、ね、今が年末っていうことで今年の締めもできましたし、来年がいい年になりそうな気がしています、期待してます。今回ますますありがとうございます。千葉さんはどうですか。はい、ですね、なんか僕はその来年こうよし次を頑張るぞっていうのではなくてですね、来年はちょっとアウトプット控えようと思ってるんです。あいいですね。むしろあのこの10年間走り続けてきたと、もう、ほとほと僕は疲れたでね、ちょっと時間を取ろうと思ってますね。で、まあいろいろインプットしようとも思ってるし、まあでもそれでも、まあ出版の予定はありますし、特に芸術について、はい、芸術、まあいろんなあの美術とか音楽とかいろいろ文学とかありますけど、芸術について本当に子供の頃から考えてきたようなことを、まあ何かまとめるものをあの書こうと今準備しているところなんですね。ただまあ、それはまあちょっといつ出るかわかんないですけど、まあただあんまりそのこれまでのここ数年やってきたようなペースとはちょっと時間の使い方を変えて、一旦あのこの先さらにこの先10年を見据えたようなことを何か考えたいなというふうに思っております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこれにて今日の対談は、終了ということになります。はい、本当お時間いただきまして、はい、あのお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。